こんにちは、ジャンバリライターのケンです。先週に引き続きまたちょっと僭越ながら僕の方がちょっとお話しさせていただくんですけども、今回のテーマは、自分の番組についてということで、僕今、ジャンバリハンター、こちら PC とモバイルとやってますよね。あと、5時から男の必勝法っていう、モバイル限定の番組、こちらに出させていただいてるんですけども、まずはジャンバリハンターですかね。こちらからお話ししたいと思うんですけど、こちらの企画の方は皆さんご存知かわからないんですけど、まずジャンバリの雑誌の元々の企画でして、ホールのターゲットホールを見つけて、そこの、お宝を、美味しいイベントを狙って、お宝をいただいちゃおうみたいなもともと企画やったんですけども、で一回ちょっとリニューアルみたいなのをして、なんかボスが現れて、ザ・ボスっていうのが現れて、その人が、そのハンターに対して指令を出して、そのハンターランクを上げて、次期ボスを狙えみたいな、そういう番組趣旨に変わったんですけども、僕最初から結構、もう今となっては唯一なんですかね、ちょこちょこメインで出させていただいてまして、すごい愛着も深くなってきてるんですけども、最初の方はね、結構なんていうんですかね、悪ぶってなんかちょっとお便りメールとかでもいただいたことがあるみたいなんですけども、悪ぶってすごいなんか不良みたいな感じでカッコつけた感じで出てたんですけど、だんだん化けの皮が剥